いつも YouTube をご視聴いただきありがとうございます。フォトアーティスト広瀬です。今回はですね、栃木県益子にありますコスモス園、益子コスモス園での撮影になります。広大な敷地にですね、たくさんのコスモスが咲いていたんですが、前日がですね大雨で、当日もですね天気予報では雨ということでしたね。まあ、このようにですね、まだ光が出そうなイメージではあったんですけども、この中でまず撮影をしております。この状況からコスモスをクローズアップで、捉えていくというところで撮影をしております。まあ、ご覧いただいてお分かりのように結構風が強かったんですね。よってその風によってですね、かなりブレが生じてしまう。この中で撮影するにはですね、一つの方法としてですね、連写で撮影をするといいと思いますね。ぐっと近寄ります。おっと、こういう動く場合はですね、連写にしてしまいます。ちょっとかなり風で、風の影響も受けるかもしれません。動画でご覧いただいているように連写で撮影をしております。連写で撮影をしてですね、撮影をするとこのようにですね、動きが感じられますよね。このように花びらの形が変わってきます。でこのタイミングが一番良かったので、この作品をまず今回の1枚目の作品としました。まあ、かなり風が強い中での撮影でしたので、コスモスが上下左右に動きますので、この中での撮影になりますので、タイミングなかなか難しいので、こういう場合にはぜひ連写で撮影をしてみるといいと思います。さあ続いてですね、少し場所を移動して撮った作品を見ていただきます。状況とすればですね、このような状態です。ご覧いただいて分かるようにかなりのですね強風ですよね。コスモスがかなり激しく動いています。そこでちょっと上からですね、ファインダーを覗いて、ちょっと下目から狙うアングルに変えています。はい、やはりかなり動いているのがわかると思いますね。これだけ動きます。これは風によってこのように動いてしまうんですね。少しクローズアップでこの2つのですね、コスモス、綺麗なコスモスを狙ってみたんですが、やはりちょっとこうかなり動きが激しい動きをしているのがわかると思います。同じ状態でもですね、かなり動きがこのようにあります。まあ、少しポイントがですね2つになってしまうので、こういった表現よりもですね、やはりポイントとなるものを1つに絞って、そして群生しているイメージということで撮影した方がいいと思いますね。まあ、かなり曇り空だったので少し露出をこう調整してますが、レンズの焦点距離はですね 20mm ですね、シグマの 20mm の F2 のレンズを使っております。こちらは 35mm フルサイズですので、 20mm の焦点距離、320分の1の絞りに開放で撮っています。先ほどのデータもそうなんですけど、先ほどの写真もですね、640分の1絞りにですね、で ISO 400で撮影しています。 20mm の焦点距離です。まあ、今回は絞りを開けて背景をぼかすということを目的に、この2枚の写真は撮ったということになります。その後なんですが、天気が急変してきてですね、雨が降ってきました。雨が降っているレベルであれば、まあ、撮影続行ということもあるんですが、かなり天気が崩れてきて雷雨の状態になりました。そこで、まあ、雷も発生するようなこういう状態になってしまったんですね。ですので少しここは時間待ち、タイミング待ちということで、天気が回復するかもしれないということで少し様子を見ている状態なんですが、1時間近く待ったんですが、まあ、徐々にですね、西の空が明るくなってきたので、これは天気になる可能性もあるなということで、まあ、とりあえず雨が降らなければという状態で待ってみたんですが、しばらく待つとですね、強烈な日が差してきました。日没前までに回復がないとですね、写真が撮れないという状態ですね。この日の日没時間は17時10分なので、残り40分というところです。非常にギリギリ、まさにギリギリのタイミングで日が出てきたということですね。
雷雨でかなり激しい雨が降った後にですね、光が差してきたので、かなりこれは写真としては面白い写真が撮れる状態になりましたね。そこで撮った作品がこの作品です。ちょうど光が差してきたので、そこをですね、広角レンズで撮っております。これも 20mm の単焦点レンズですね。絞り8で40分の1秒、 ISO400 という感度設定です。これによってですね、太陽のですね、力強い光とコスモス、透過するコスモスを撮影することができました。感動的な情景ですね。広角レンズはクローズアップして撮るというところに遠近感が出ていいんですが、さらにちょっと引いた状態でも撮ってみました。そちらの写真も見ていただきたいと思います。はい、こちらの写真ですね。雨が降った直後なので、水滴がたくさんついている状態、この状態も非常にキラキラして綺麗な状態でした。そのような形で撮影したのがこの写真ということですね。力強い光が差してきている状態ですね。でこちらのデータも 20mm 50分の1秒絞り8ということですね。 ISO400 で撮影しています。非常に感動的な光が差してきたという状況ですね。そこにですね、後ろを振り返ると虹が出ておりました。通常の撮影で入れて撮ろうとするとですね、こんな感じですね、ほとんど虹が見えない状態、少しは見えますが、これをですね、少しアンダーにしていくとちょっと見えますよね。ここはあとは仕上げの部分で調整するということになるんですけども、もちろんこちらはまだ虹が綺麗に半円形で出てる状態ではないので、この後の時間になるわけなんですが、そのタイミングを合わせるというところが非常に難しいところだと思いますね。それと露出、仕上げのスキルも多少必要になると思います。普通に見えるような明るさでですね、露出を合わせて撮ってしまうと、例えばこのぐらいが通常の撮影の露出になるわけですけども、空の部分がかなり明るくなってしまうということですね。さあ、そしてこの夕日がですね、より感動的になってきましたので、その部分も撮っております。はい、こちらはですね、一つのコスモスをポイントに群生する状態で撮っております。広くコスモスを撮るときにですね、どこにポイントを置くかということ結構重要ですね。そのポイントの置き方によって全然印象変わってきますので、このあたりも参考にしていただきたいと思います。はい、こちらのデータもですね、60分の1秒、絞り10、こちらはちょっと絞ってますね。絞り10にして、もちろん 20mm のレンズですね。さあ、続いてですね、縦位置で撮った作品で見ていただきたいと思います。このような形ですね。これもポイントを一つに絞って撮ってるんですけども、このような形で撮っております。こちらはちょっと絞りを開けてますね。一つのコスモスにポイントを置いてですね、撮ってますので、絞り 3.2、 あまり絞ってはいませんね。 ISO400 で250分の1秒のシャッタースピード。いやー、半端ないすごいと思う。近づかないで、そしてもう少し夕日をポイントに撮ったのがこちらの写真です。かなり空の感じがですね、変わってきているのが見えると思いますね。かなり空の感じが変わりました。この感じもなかなか迫力がありましたね。雲の印象ですね、見た目通りこんな感じで見えてましたね。でこちらは40分の1で絞り8にしてます。絞りをちょっと絞ってですね、全体の被写界深度を増やして撮っています。この時が虹のタイミング、ベストのタイミングですね。このタイミングで虹を撮影しています。このようにですね、少し露出アンダー目に撮影しないとですね、虹が綺麗に出ません。そのまま露出、適正露出で撮ってしまうとですね、かなり明るくなってしまうんですね。そして全体を入れた作品がこちらになります。コスモスを下の方にですね、夕焼け空、空の方をメインに撮った作品がこの写真ということになります。こちらもですね、 20mm 絞り8で50分の1秒ということですね。ちょっとここに筋が見えるのがお分かりだと思うんですが、これですね、こちら
こちらはですね、雨が降ってるんですね。この天気で雨も降っているんですね。で、雨を撮るときにはですね、シャッタースピードを60分の1ぐらいがいいというふうに一般的に言われてますので、今回は50分の1秒、雨の筋がスッとこう表現するという意味では60分の1秒ぐらいで撮るとこのような感じで雨の筋を入れて撮ることができます。こちらは今度単レンズでですね、望遠レンズを使っています。 85mm で 1.4 のレンズですが、こちらを絞り2でですね、絞りを開けて撮っています。このような遠近感を出すときにはですね、絞りを開けて撮ると望遠レンズ効果的です。 85mm の望遠レンズですね。そしてこちらは光が遮光線で入ってきてますから、その状態で撮っていて、まあ、水滴もまだ残ってますので、このような形で撮ったのが 85mm の 1.4 開放で撮っていますね。40分の1秒のシャッタースピード、絞り 1.4 ということでね、 ISO 400で撮っています。絞りを開けることによってですね、 ISO 感度をそれほど上げずにですね、撮影することができました。このように今回は単レンズ、まあ、主に 20mm ですが、 85mm の 1.4 の作品も見ていただいたんですが、単レンズを使うことによってですね、絞りを開けて撮影することができる。これによってですね、背景が綺麗にボケるということですね。それともう一つはですね、ピントですよね。ピントのキレがやはり単レンズいいので、そういった意味ではですね、マクロほどの接写ではなくてもですね、花の形を表現するのであれば十分単レンズを使ってですね、近づいて絞りを開けていただければ、マクロ的な表現もできますので、単レンズをぜひ活用して花撮影楽しんでいただければと思います。以上がですね、今回の動画になります。長時間ご視聴ありがとうございました。それではまた来週の YouTube でお会いしましょう。